調子よかった理由ですか、はい、よく寝たからですかね。まあ、あとあのご、まあ、あの最近あのうちに栄養管理士がロボットについてて、まあ、そのアドバイスとかすごいこう生きてて、試合の3日前からこう食べ物を変えるとか、試合当日は何時間前にあのこういう食べ物を取るとかっていうのをあの実践したのが、まあ、あの早速まあ出たかなっていうのは、まあ、ちょっとありますけど。スリーポイント4本中4本、はい、ご自身の出来についてはいかがですか。あ、1本目打った時にあのすごいやっぱタッチが良かったんで、まあ、あの1本目決めた時ですね。で、あのその後もあの多少強引なあの2本目も打ったやつも入ったんで、まあ、今日は調子がいいと自分で思って、あの3本目4本目はもう本当にその勢いのまま打ったっていう感じですね。良かった点はどういうところ。まあ、あの出だしの部分で、まあ、いつもだと崩れちゃう部分っていうのがあるんですけど、まあ、今日はすごく、まあ、我慢できて、まあ、最後までみんなが集中してできたのかなっていうふうに思います。まあ、あの本当にすごく、まあ、たくさんの方々に愛されてるなっていうふうには思いましたし、でまたこう青の T シャツを着てですね、大きい声で、名前を呼んでくれたりだとか、まあ、得点が入った時しっかり守った時に、まあ、全員でしっかりと応援してくれたっていうのが我々の後押しにもなりましたし、でまたこうチームで、まあ、初めての公式戦だったんですけども、あの本当にこう、まあ、やってて安心感というか、やっぱりこうすごいたくましいな、まあ、チームで一緒のチームでよかったなっていうふうに今日すごく思ったので、まあ、残りの59試合、しっかりとこうチームで戦い抜きたいと思います。